はい、今回は野党共闘が今のままでは難しい。本当の理由について考えていきます。今回もよろしくお願いいたします。まあ、少し前にお伝えして、まあ僕はですね。まあ、令和山本太郎さんの単独政権しかまあ、道がないと思っていたんですが、まあ、ちょっと時間がかかるとか、そういったことを考えるとですね。えまあ、令和を中心とした野党共闘かなとも思うんですが、まあ、それになるとですね。やはりちょっと苦しいなっていう。まあことをまちょっとい色々ま思ったこととか。 まあ調べたこととか、まあ、リスナー様のお役に立てるであろう、まあ、そういった内容をです、ね、今回考えてお伝えしていこうと思います、まあ、僕に分かる精一杯なんでね、まあ、もちろんそれが正しいのかどうかっていうのは、まあ、人それぞれかもしれませんが、まあ、僕なりに今思う正しさということで、まあ、そちらをお話ししていこうと思いますあの令和の単独政権っていうのはものすごく時間がかかって厳しいっていうことなんですが、まあ、それはそうなんですよそれはそう思うんですよ あの令和の議員数が少ないということで、えー、厳しい道のりだと思うんですよ。だけど、野党共闘っていうのは、立憲民主党が野党第一党である限り、えー、そことのですね野党共闘はおかしいんですね、厳しいではなくおかしいんですよ、そういったことをいろいろ調べて分かりましたので、まあ、そちらの内容ですね、まあ、分かりやすくっていうか、えー、まわ、あ、かる限りなんですが、お伝えしていこうと思います。 自民党のままではだめだ、自公政権のままではだめだっていうことをみんな思ってるんですが、じゃあ野党共闘しようかって言っても、ですねその野党が、ですね野党第一党、立憲民主党が、ですねこれがまあイコール自民党なわけですよ、でそのまあからくりっていうのが非常に難しいんですが、まあ、そのからくりの根拠となることをですね考えていきます。 立憲民主党の岡田克也という幹事長がいますが、これがですね国民民主党固まり、あ、を目指すということ、そして連合も一本で応援しやすくなるとか、そんなことを言ってるんですが、この時点でわかるじゃないですか、立憲あるいは国民民主の背後には連合がいるんですよ。この連合がいる時点でもうどうしようもないんですね。あと、この岡田克也の発言がですねいかに腐敗しているかということがわかるわけですよ。で ここっていうのは、ここからの話っていうのはすごく難しいんで、えーだ、誰がどうかっていうことがわからないんですが、昔ですね、鳩山内閣っていうのがありましたよね。で、鳩山内閣っていうのを悪く言う人がいるんですが、実は別に悪くはないんですよ。まあ、むしろ悪いどころかいい、えー、っていう話なんですね。なんでかっていうと、その鳩山内閣の時はですね、 対米従属を回避ししよようとしていたんですよ今っていうのは完全に自民党っていうのは対米従属なんですね。米の言われるがまま、東丸の言われるがままなんですよ。で、鳩山内閣の時は、その対米従属を何とか回避できないかっていうことを、えー、考えてたんですね、鳩山さんが。しかし、鳩山内閣の中に、えー、対米従属、まあ、推進派っていうのがいて、その人間が裏切ったんですよ。それが、いわゆる普天間の基地の話ですよね。普天間の、まあ、基地を、まあ、県外に 国外にまあ移設するとかっていう話だったんですがその時に対米従属の閣僚がですね裏切りを見せたんですよねでこれ対米従属の閣僚は何者かっていうとですね背後に米の支持が飛んでるんでその閣僚っていうのはものの見事に裏,り裏切りを見せたんですよでそういったことからですね鳩山さんが悪いみたいなことを言うんですが果たして本当にそうかっていうとそうではないと僕は思いますなぜかっていうとその鳩山内閣の中にいたですねその裏切り者が うんまあ、その裏切り者に、えーねえー、支持を飛ばしていたのは、えーまあ、米,米の可能性が高い、まあ、もっと言うとですね、えー、まあこういった言い方があるんですが横田幕府っていうんですよ。 山本太郎さんがおっしゃってますが、日本の重大事項というのは、日本だけでは決められない、日本と米の日米合同委員会で決める、日米合同委員会に誰が出てくるのかというと、横田幕府、在日米軍横田基地からそういった人間たちが出てくる、そういった横田幕府の支持を得てです、ね、ひっくり返されたわけですね。 で鳩山内閣がこの普天間の基地の圏外あるいは国外移設をまあ考えていたんですがそれをまあもうなんていうのかな亡きことにしてそしてどうしたのかっていうとあの米の勢力が息を吹き返したんですよだからあの鳩山内閣が目指していた対米従属からの脱却っていうことに失敗したんですねで おそらくこの時に鳩山さんを追い詰めた人間たちが、この立憲民主党の幹部にいるんですよ。誰かっていうのは僕には分かりません。ただ、いろいろ調べたらその可能性が高いと。つまり何を言ってるのかと,いうと、立憲民主党っていうのは、あ米の傘下にいるってことです。自民党と同じってことです。自民党とね、対立してるように見えるじゃないですか、立憲民主党って野党第一党だとかね、うん、ほざいてますけど、ほざくなよって話ですからね。簡単な話ですよ。立憲民主党イコール自民党です。米の影響下にあるっていうことです。 えー、米支配をもろに受けてるのが立憲民民主党自民党自というだから野党ではないんですよ、はっきり言って。うん、だからこの,そこの日本語がもうおかしいんですよ。野党共闘しなければいけないとかっていう口にするじゃないですか。野党第一党の立憲民主党、はい、野党ではありません。その時点でも話がむちゃくちゃです。だからそこから、例えば山本太郎さんもおっしゃってますが、野党共闘しようって言ってもダメなんですよ。うん、だってダメ,なダメな先に向かうだけだから。 今度はあの、こんなところでもしね、野党共闘とかって言うじゃないですか、か僕思ってることがあって、多分今度、令和がひっくり返されますよ。この鳩山さんと同じ目に遭う可能性があるんですよ。なぜなら、立憲民主党の中には、その対米従属の人間が多数いるからです。自民党と同じだからです。 えー、令和とか共産党とかが万が一上に行けたにしても足を引っ張られる、あるいはひっくり返される、そういったことが考えられるんで、とにかくまずこの立憲民主党をですね、まあ、どうにかしないといけないっていう、そういった多分大きな、まあ、問題っていうか懸念なんですよ。で、この旧,旧民進党っていうんですかね、この民進党っていうものが、まあ、立憲民主党と国民民主党とかそういったものに分かれていったんですが、この立憲民主党、国民民主党の背後に連合がいるんですよ。この連合こそが大きな問題なんですね。 で立憲民主党は連合が後ろにいて、対米従属なんですよ。だから米なんですよ。でもしも立憲民主党がこの裏切りを見せなかったら、日本の形が少しは良くなっていた可能性があったんですが、ものの見事に裏切ったんですね。だから立憲民主党ってのは裏切りを繰り返すんですよ。だから信用してはいけないんですね。この枝野幸雄とかね。枝野幸雄っているじゃないですか、立憲民主党の人間ね。で、枝野幸雄が自分たちと、ね、国民民主、 うんと連合と共闘関係になるとかって言ってるんで、もうどうかしてますからね。本当に話になりません。だから、あの何て言ったらいいのかちょっと難しいんですが、野党第一党とか野党共闘ってその言葉にだけ、またねえー。そう。踊ってはいけないんですよ。全然ちょっと意味が違うところにあるんでね。 ただし、僕がこのお伝えしたような内容に気づいている人というのもいらっしゃるんですよ。多分リリスナー様もそう思っている方がいらっしゃると思うんですね。だから、立憲民主党は最低だとかね、立憲民主党なんてダメだめだということは言うんですが、それはそうなんですよ。僕もそう思ってます。どうにかして消えてもらいたいと思ってる。あの野党第一党の座,座をですね早く令和に渡して、もうね、えー、こう。 ななんていうのかな立憲民主党というのは力を弱体化していかなければ良くなるはずがないんですよ。ただ、令和も令和で悩みを抱えており、まあ、議員数が8人っていうことで、ちょっともっと増えなければ苦しいということで、そこら辺のジレンマに陥ってなかなか前に進めないんですが、とりあえず立憲民主党が消えなくてはいけません。どうにかして、このいや少なからず野党第一党というところで幅を利かせて,いてはいけません。日本は良くなることがないからです。で このいわゆる立憲民主党の執行部っていうものの中に、この畑山さんを追い詰めた人間がいるんですよ。その人間たちがね、どの面してるか知りませんけど、野党第一党とか、ほざいてるわけですよ。で、この話を知ることによって、こういったことがわかるんですよ。少し前の京都市長選でですね、立憲民主党が裏切りを見せましたよね。自民党に手のひらを返しましたよね。え泉健太のダブルスタンダードって言ってね、えー、大きく炎上しましたよね。こういうことが裏にあるからですよ。立憲民主党の背後には連合経団連がいる。 自民党の背後には経団連がいる、立憲民主党も自民党も、対米従属の米の意気を,を、ねえー、その影響下に受けて、そういったもので知っ、えー、ているっていうことです。だから、表向きに野党だから、なんとかだから、そういうことじゃないんですよ。後ろの関係がどうなってるのかっていうのを国民が気がつかないと、別に僕のってそんな分かるわけじゃないんですけど、まあ、こういったことじゃないかと、でそういうその仮説のもとに物事を考えるとです、ね、例えばこの京都市長選がおかしいことであったり、えー、これからの,です、ね、その選挙の動きっていうことも分かるんですよ。で 何がねおかしいのかっていうとこの連合っていうこの組織がおかしいんですよ。でおそらくですよあのこれって結構 SNS でちょっとだけ注目されていたんでまあ内容がむず難しいから内容がむずいからあんまり注目されないのかなとかって思うんですが和泉健太っているじゃないですか立憲民主党の党首ですよねこの泉健太っていうのは連合吉野智子のあおそらく操り人形なんですよだからこの前の京都市長選でその操り人形がものの見事に踊ったんですよね。 どういう会話をしてるかっていうのは分かりませんよ、僕は一般人だからね、うん、話をしたこともないし、会話は分からないけれど、おそらく連合、吉野智子の指示でですね、自民党が今弱体化してるじゃないですか、裏金の件とかなんとかっていうことで、うん、だから、吉野智子から泉健太に指示が出て、あまり自民党をつっつくなよって言ったら、そんなこと言われてるんですよで、泉健太は何て返事してるか分かりませんが、あ、分かりましたっていうことで、うん、自分の保身しか考えてない人間たちですからね、ふざけるなって話なわけですよ。 でそういった人間が、令和山本太郎さんと組んだら、今度山本太郎さんがあの潰されていくっていう、そういった今、えー、状況にいるんじゃないかと、まあ、僕はそういうふうに思ってます。もちろん、こういった話っていうのをね、誰にも教えてもらえませんから、自分で考えてこうかな、どうかなって思うんですが、まあ、そういうふうに思うということです。で、この状況をなんとか日本国民が変えていかないといけないんですよ。どうにかして変えていかなければね、えー、もうどうにもこうにもならない、えーね、国民のこれからってことじゃないですか。で あの立憲民主党っていうのは選挙の応援をですね連合がしてるんですよ。だから立憲民主党の議員っていうのは連合のことは切っても切れないしおそらく連合にものすごく感謝してるんですよ選挙応援をしてくれてるからねでその中にいるんですよ吉野智子っていうのがねこの連合の、ね、会長なのかなんかうわけわかりませんけどこの吉野智子っているんですがこの者のっていうのは本当に話にならないんですよ。 だから庶民の味方をしているっていうふりをしてますが、全然のでたらめですからねで。この人間のまずでたらめに気がつかないといけない。気がついてる人はいらっしゃるかもしれませんが、えー、まずそ,その意味を、ね、再確認する意味でお伝えして,していきますが、立憲民主党というのはです、ね、国民生活、庶民の生活を考えているふりをして、全くそんなことは考えていない。なぜなら、立憲民主党は消費税廃止をしないから、消費税の件ででたらめを言ったことがあるじゃないですか。 で立憲民主党というのはおかしいんですよ、そういったデタラメを言うからね。だけど、なんでじゃあ、立憲民主党がでたらめを言うのかなっていうことを考えると、この背後のまた関係、吉野智子のことからわかるんですよ。あの消費税のね使い道っていうことをいつもお伝えしてますが、皆さんも多分お分かりでいらっしゃると思いますが、消費税というのは社会保障に使われていないんですよ、使われていてもほんの少しなんですね、ほぼ全く使われていないと考えます。 消費税は何に使われているのか、大企業の法人税の穴埋め、あとですね、輸出大企業の還付金に使われているんですね。だからここは、ここから出てくるんですよ。えー、吉野智子連合とですね、えー、経団連大企業のつながりということが出てきて、えー、大企業があこのね、 輸出還付金、まあ、戻し税とかって言われますが、そういったものがです、ね、消費税が上がれば上がるほど、大企業は儲かるんですよ。つまり経団連のトクラっていうのは消費税を上げることを考えるんですね。自分たちが儲かるからです。国民のためではありません。国民にとって消費税っていうのは悪いことしかないんですが、えー、その消費税を上げようとする。そして、えー、そのね、経団連と、経団連の表と裏の関係になる連合、吉野智子も同じです。大企業と同様に自分たちの利益を追求するんで、 ね、労働組合と称していますが、全くそんなことはしない、連合は消費税を廃止しない、むしろ連合は消費税を増税する、そういった人間たちの集まりそのものが後ろ,後ろにいて、立憲民主党をコントロールしている、立憲民主党という政党に何も期待できない、日本国民のことなど何も考えていない、仮に考えている人間がもしいたのであれば、立憲民主党、離党しているはずだが、離党せずにいるということは、そのように解釈するということです。 こういいいった話が難しいんですが、難ししんんでですすか考えられないんですよで。例えばですね、山本太郎さんが過去に国会で言いましたが、ね、連合、吉野智子の正体が現れた時がありましたが、インボイス制度について、吉野智子っていうのはあ必要だと言ってるんですよ。この時点でアウトでしょ。な、うん何でかって言ったら、インボイス制度によってですね、日本国民の、ね、売上高1000万円以下のお個人、あるいはフリーランスの方がどん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 廃業してるわけですよ。 過去最多の反対署名50万筆以上をです、ね、持って行って、それで岸田がそれを無視して、自民、公明、維新で、えー、無理やり強引に押し,押し通したインボイス制度ですよ、それにこの、ねえー、連合の吉野があ賛成している、ねえー、インボイス制度は必要であると吉野太郎が言ってるっていう時点で、この時点で分かりますよね、経団連と連合というのは表と裏の関係にあるんですよ、そして立憲民主党というのは連合がいなかったら選挙にならないんですよ。 こんな政党を支持していいわけがないし、こんな政党が日本国民のためになるわけがない、つまり何を言ってるのかっていうと、自民,自民党政治と立憲民主党の政治とは何も変わらないんですよ、自民党っていうのは背後に経団連、あるいはマ丸のえバ,ックがバックアップがあって選挙に勝ち続けている、で立憲民主党も同様に連合のです、ね、バックアップ、応援のもと、まあ、選挙をしてるわけですよ。 逆に令和っていうのはそういったものがいませんから国民たちが国民の一人一人が令和を頑張ってもらいたいと思ってねそれで頑張ってる政党なんですよだからあの規模の大小っていえば令和の方が全然小さいですけどそれは今が小さいだけであってこれから先大きくなっていくわけですよでもしかしてこのまま令和が大きくなれなかったら本当にもう日本終わりですからね、うん、だって 腐敗しきってる政党しかないわけですから、唯一の本当に希望が令和、あるいは共産党、この2つぐらい、社民党というのは分かりませんが、この2つぐらいだと思うんですよ。で、立憲民主党が野党第一党に居続ける限り、あるいは立憲民主党の背後に連合が居続ける限り、日本国民の暮らしが良くなることはないです。これはもう断言します。皆さんも思ってると思いますが、もう僕たちの国民生活が良くなるはずがないです。消費税を廃止しないから。 そして何が今必要になっているのかというと立憲民主党に代わる第1党野党第1党が必要なんです。それっていうのはもう分かっているんですよ。令和なんですよ。令和、山本太郎さんしかいないんですよ。だからまずあの野党共闘という話をするんですが野党共闘の前にやることがあるんですよ。野党第一党の交代です。立憲民主党を野党第1党から引きずり下ろさないといけない。 うん、そうしなければ政権交代なんてのは無理なんですよ。で万が一、山本太郎さんもおっしゃってますが、万が一政権交代するとするじゃないですか、今のまんまでね。うん、野党第1党が立憲民主党で政権交代したとするじゃないですか。そうしたら消費税は下げないし、消費税は廃止しないし、大企業融合の政策をとと取り出して、日本国民が積みますよ。生活はもう今と同様か、それ以上にひどくなる可能性があるということです。だから この立憲民主党と背後の連合の関係、大企業と、ね、その利益を共にしているその関係に気づいて、立憲民主党というのはこういった政党である、その政党が野党第一党にいるということをおかしいと国民が気がつかないといけない、で気がついている人がいるんですが、そこから少しずつ変えていくしかないんですよね。うん。では立憲民主党というのは、消費税減税の話を一回してやっぱりしないとかってデタラメ言ったじゃないですか、もともとする気がないんですよ、この者たちは。 裏にいる者の,の関係から分かるじゃないですか。で、えー、そのお、まあ、自民党がだめだって言って、自民、公明、維新がだめだって言って、じゃあ野党、共闘しようって言ってるその矢先に、野党、共闘の一番上に立憲民主党が野党ではないんですよ。だから自民党と、えー、表向きですね、立憲民主党というのは対立しているように見えるんですが、それは見えてるだけの茶番なんですよ。全くもっての茶番をしてるわけですよ。自民党と立憲民主党が対立しているような茶番。 その茶番を僕たちは見せられている、そして自民党はどん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 そういったことによって安定していく、自民党と立憲民主党の茶番を繰り広げて、ですね国民に本当のことを見せずに、えー、何やらうやむやにしていくと、そして、えー、国民がですね今度、立憲民主党を叩けば叩くほど、えー、茶番をしている自民党が喜ぶっていうこのプロレスがあるんですよ。おそらくこの話が本当であると思います。 でこの話をまず多くの国民が気づいてですね、まあ、何を考えるのかって言ったら、僕たち日本国民のために政治をしてくれる政党はどこかっていう話なんですよ。で、皆さんも思ってると思いますが、僕はれいわ新選組、山本太郎さんしかいないと思います。だから、山本太郎さんがおしゃべり会でおっしゃってますお,おっしゃってましたけど、今のまんまではだめだと、野党共闘なんてしたってダメだということなんですが、本当にダメです。うん、だって あの仮にもしですよ、今ひっくり返ったとして、えーね、その立憲民主党を中心とした野党、共闘で野党になったりするじゃないですか、何も変わらないですよ。だって消費税廃止しないんだから、でインボイス制度も廃止しないんだから、おかしいことが続く限り、続くだけなんですよ。だから、この今の,この負のサイクルを変えていかないといけないんですね。だから、あの時間がです、ね、いつまでかかるかわからないしあの、これは正直難しい問題なんですが、 まあ僕は前からこう思っていて、あでもね、ちょっともう苦しいから、あ令和を中心とした野党共闘しかないのかなと思ったんですが、よくよく考えるとやっぱりダメでした。うん、立憲民主党が、ね、野党第一党にいる限り、日本国民の生活が良くなることはありません。その結果、あ思ったことがあります。やはり令和新選組の単独政権しかないです。僕はそう思っています。ただし、一つ問題があります。 令和新選組が単独政権を取れるときまで時間がかかります。それまで日本国民の生活、日本経済が持つかどうか、時間との,間との勝負です。これがもし間に合えばよくなると思いますが、例えばですね、えー、何かしらの表紙で、えー、今のまあまあな、何かのタイミングで野党を共闘したとする。しかし、そこの中心には立憲民主党がいる。うん、何も変わらないですよ。 だから、そうなってくると、やはり山本太郎さんがおっしゃっているように、まず第一に、令和の議席数を拡大していくしか方法がないんですよね。そして、えー、令和単独のお前政権、山本太郎さんが内閣総理大臣になっていただく、それしか僕たち、日本国民がよりよく過ごす道はないと思います。それ以外にいいと思う政党、いいと思う政治家がいないんですよ。多分皆さんもそう思ってらっしゃると思います。で、考え方は人それぞれいろいろあるんですが、今回の、 この野党共闘の件ですね立憲民主党というものが連合にコントロールされていて、ね、そういった自民党とのポーズばっかりやっているということについて多分思っている方もいらっしゃると思いましたしで僕はあの、ね、ちょっと前まではこの令和の単独政権を持っていたんですが苦しいなと思って、ねまあ、野党共闘しかないかなと思ったんですがやっぱダメでした野党共闘したらあ今と変わらないだからちょっと苦しいですけど令和の単独政権を、ね、待つそしてそのためには国民がです、ねまあ、その政治に関わっていく。 関心を持って、まず自民党の政権交代をさせないといけませんから、そういったことをね少しずつしていくしかまあないんじゃないかと、まあそのようなことを思ったので、今回こちらの件についてお伝えいたしました。まあ、ちょっとね難しい話でうまくお伝えできなかったところもあって申し訳ないんですけれども、まあ、何か一つでも参考になっていただける点、お伝えできればと思います。ということで、今回はここで終わります。最後まで聞いていただきましてありがとうございました。失礼いたします。